UH-60 ブラックホーク。UH-60 ブラックホークは、シコルスキーエアクラフト車製の4羽シングルローター、総発エンジン搭載の中型、多目的軍用ヘリコプターである。ブラックホークとは、イリノイ州巨流のインディアン、ネイティブアメリカン総区族の州長の名。シコルスキーは、1972年に行われた、アメリカ陸軍の汎用戦術輸送機システム。 ユーティリティタクティカルトランスポートエアクラフトシステムアタス競争のために S-70 を基礎とした試作機ヤマイナス 60A を提示した。陸軍はボーイングヘリコプターズ提示のヤマイナス61との性能比較試験飛行を行い、1976年、このプログラムの勝者としてヤマイナス 60A を調達に向けたプロトタイプにすることを決定した。 アメリカ先住民の戦争指導者の名前から、ブラックホークと名付けられた UH-60A は、それまで運用されていた戦術輸送ヘリコプターであるベルエアクラフト社製 u h 1コイの後継機として、1979年に陸軍での運用が開始された。これに続き、電子戦機や特殊作戦機なども開発納入されているほか、 UH-60L、UH-60M、UH、などの亜も開発されている。また、海軍、空軍、および沿岸警備隊のための改修版も開発されている。アメリカ軍の使用に加え、UH-60 ファミリーは多くの国へと輸出されているほか、グレナダ、パナマ、イラク、ソマリア、バルカン半島、アフガニスタン、中東など多くの紛争地帯で使用されている。 1960年代後半、アメリカ陸軍は UH-1 ロコイを置き換えるために、汎用戦術輸送機システム、アタスプログラムを立ち上げ、同時に新型ヘリコプターに使用される、新型ガスタービングエンジンの発にも着手した。これは、その後、ゼネラルエレクトリック T-700 として採用されている。ベトナム戦争では UH-1 が、 多数撃墜されているように、ヘリコプターによる任務では低空を低速で飛行することが多く、消火器や対空砲などの標的になりやすい。そのため重要な性能として、生存性と信頼性の改善を挙げており、アタス並びに新型パワープラントの要件として定め、1972年1月に提案依頼書、リクエストフォープリポゼルザーアップを発布している。その結果、 UH-60 は、激しい攻撃を受けながらも、生存率が高く、戦闘地域から離脱することができたと報告されている。RFP には、航空輸送の要件が含まれており、C-130 輸送機に搭載するため、キャビンの全高・全長が指定されている。信頼性の向上、生存性及び、低ライフサイクルコストなどを定めた、要件は、結果として、 戦闘高度や高高度などでの性能を向上させる、双発エンジンの採用などにつながっている。整備箇所を減らすことにつながるモジュラーデザイン、鑑式ギアボックス、被弾に備えた、油圧、電気、操作系統の冗長化、墜落に対する対衝撃性能を有する、上員並びに搭乗員の座席、降着装置のデュアルダンパー化並びに、対被弾性能。静粛性が高く対被弾。 対衝撃性能を有するメイン並びにテールローター、対衝撃燃料システムなどが要件として定められている。なお、採用前のテスト飛行で墜落事故を起こしているが、死者はなく、メインローターの修理のみで飛行可能であったという。1974年10月に初飛行を行ったやマイナス 60A は4機が製作されている。アメリカ陸軍への試作機の納入に先立ち、 安全に試験飛行が行えるか曜日評価試験が1975年11月に行われている。この試作機のうち3機は1976年3月にライバルであるボーイングに先んじて納入され、残りの1機は内部検証用にシコルスキーによって確保されている。アメリカ陸軍は1976年12月に暗視装置や夜間広報装置を装備した形で、 UH-60 の生産開始を指示し、UH-60A の納入は1978年10月に始まり、1979年6月に正式運用が開始されている。運用開始後、地雷敷設や医療救助など新たな任務に向けた改良が始まっている。A-60 は電子戦を目的として開発され、特殊作戦支援用に メガヘルツ -60 などを開発している。アメリカ陸軍は新規作戦に伴う機器の増加による重量増加に対し UH-60L への改良を1987年に明示、この改良は標準設計として UH-60A に反映されている。UH-60L には T700GE-701C エンジンと 強力なギアを搭載したことにより、より多くの吊り上げを可能とし、これは SH-60BC ホークの生産に生かされている。また、その吊り上げ能力は1000ポンド 450kg-9000 ポンド 4100kg 近く増加している。UH-60L はさらに SH-60 から自動操縦装置、オートマフライトコントロールシステム、 アフックスを導入し、強力なエンジンにより、飛行性能に寄与している。L モデルの生産は、1989年に、開始されている。次に2020年まで、設計寿命の延命を行うため UH-60M が2001年に認可されたことにより、改良が始まり、T700GE-701D エンジンと、新型回転翼の採用が行われ、 GPS ナビゲーション、飛行制御、計測機器など、新型アビオニクスへの換装も行われている。アメリカ国防総省は新編集の少数の初期生産を承認後、2006年に生産を開始し、同年7月に22機の新 UH-60M が納入されている。この機種の評価を行い承認されたことにより、1227機の5年契約が締結され、 100機の UH-60M が2009年3月に陸軍へ納入されている。2011年5月1日に発生したウサーマビン、ラービンの殺害、作戦名、ジェロニモイーキアでは、第160特殊作戦航空連隊が、強襲作戦用に従来の UH-60 に比べ極度に改良された UH-60 を使用してを改良されたビブ、 騒音対策のための特別使用回転翼などが使用されている。この機体はパキスタン空軍のレーダー回避を目的としており、回 -117 と同等のステルス性を有しているとされる。また、この機体はステルス機に見られる特殊素材、鋭角なデザインが見受けられ、作戦に使用されたうちの1機が機体故障により不時期したことで明るみに出ており、 この事故機はビブを残し破壊処理されている。なお、停止認性を有する UH-60 の研究は1970年代半ばまで遡り、行われている。UH-60 はメイン、テールローターともに4枚の羽を有した回転翼によって構成され、ゼネラルエレクトリック社製 T700 型ターボシャフトエンジンによって動力を与えられている。 回転翼は折りたたみ式であり、展開時はエラストマー製のベアリングローターヘッドに固定される。テールローターは傾斜が付けられており、合成クロスビーム構造である。C-130 輸送機による航空輸送を目的とした陸軍の要件を満たすため、低前後形状となっている。完全武装の不評1個分隊約11名の搭乗が可能であり、2600ポンド。 1170kg の内部積載量を持ち、外部からスリングによって9000ポンド、4050kg の貨物を釣り上げ可能、UH-60LM としている。ブラックホークシリーズは、特殊作戦、戦術輸送、電子戦、医療搬送、メディカルエヴァキュエーション、メデバク、戦勝救難活動、キャジュールティエヴァキュエーション、キャスバッツ、 避難救助など多目的な用途に使用することが可能であり、VH-60N として知られる VIP 使用は、コールサイン、マリーンワンとして、アメリカ大統領並びに政府関係者専用機として運用されている。ヘリボーン、エアーアソールとでは1個、分隊11名と、その装備、もしくは m、m 1 0 0 2 0 5ト、mm、ル榴弾砲を呼び、砲弾30発と4名の砲兵を同時に、 運搬することが可能である。胴体上部左右に1万ポンド、4 5 0 0ラムの積載が可能な外部搭載支援システム、エクスターナルストアーズ、サポートシステム、S を装着することにより追加される、左右に箇所ずつのハードポイント、エイジム -114 対戦車ミサイル4、連装ランチャー、2.75インチ、約7 0ト、mm、ル1 9連装ロケット弾、ポット、 ガンポット、同じく片側に230ガロン、870リットル、計450ガロン、1700リットル合計4つの増装などを搭載することができる。このため、R-64 アパッチの開発費の高騰に対して代わりに利用することも検討された。なお、S システムは1996年に使用され、始めているが、 片側に2つの増装を取り付けた状態では、ドアガンの射撃に支障が出ることが判明し、問題解決のため専用のスタブウィングが取り付けられ、エクスターナルタンクシステム ETS が開発されている。調達価格は、使用、装備や、調達数によって異なる。一例として、アメリカ陸軍採用の UH-60L は590万ドルで、あり。 アメリカ空軍採用のメガヘルツ6 0 g ベーブホークは1、20万ドルである。UH-60 は1979年6月、第101戦闘航空旅団に初導入されており、ウイジンは1983年のグレナダ侵攻であったが、暗視装置は配備が間に合わなかった。その後、1989年のパナマ侵攻に続き、 1991年の湾岸戦争には300機以上が投入された大規模な空爆作戦に参加。1993年にはその後映画化され著名になったモガディシュの戦闘に参加しており、その他1990年代にはバルカン半島やハイチなどでの作戦にも参加し、近年アメリカが関与したアフガニスタン戦争、イラク戦争など紛争のほとんどに参加している。 2011年5月1日には、ウサーマ・ビン・ラーディン強襲作戦において、高度に改良された UH-60 が特殊部隊ネイビー・シールズの輸送に使用されている。この作戦中に1機が故障により不時期し、作戦終了後、シールズによって爆破処理が行われている。部隊は、メガヘルツ -47 チヌーク2機のうちの1機に、 ウサーマ・ビン・ラービンの遺体を乗せ現場を後にている。この2機のメガヘルツ -47 は、作戦に使用された UH-60 への空中給油任無用を兼ねたバックアップ機であった。いくつかのメディアによると、パキスタン政府は、アボッターバードに墜落したステルス UH-60 の残骸調査を中国人民解放軍に対し認めたと報道している。しかし、 パキスタン政府と中国政府はこの報道を否定しており、米国政府も中国による機体調査の事実確認は取れていない。海上、航空自衛隊には、救難任務仕様の UH-60J、陸上自衛隊には多用途仕様の UH-60JAA が導入されている。詳細は当該項目を参照されたい。コロンビアは、 1987年に、米国から UH-60 を受領している。コロンビア国家警察、コロンビア空軍、及びコロンビア陸軍が、麻薬組織に対する鎮圧作戦用に、コイン機として運用しており、陸路では、接近が容易ではない場所に、兵員、物資輸送などを行っているほか、捜索救難や医療任務などにも使用されている。また、一部重武装が施された、 ンシップ機、ハーピーも保有している。イスラエル空軍、イアフは、1994年8月に、米国から10機の UH-60A を受領し、第124飛行隊に配備した。愛称は、ヤンシャフフクロウの意。これ以降、イスラエル軍で使用されているベル212の代替を、開始した。イアフは1996年4月に行われた。 南レバノンのヒズボラに対する怒りの武道作戦に初めて UH-60 を投入している。1997年にはアメリカ陸軍向けの UH-60、エルソー等の回収機である S-70A-50 の導入を開始した。2000年3月、イスラエルを訪問したヨハネ・パウロ2世ヒのための特別輸送機として使用している。3機がこの任務につき、 一機は強行輸送用として、一機は医療班を乗せたメディカル機として、残りの一機はバックアップ機として使用されている。2002年には第123飛行隊ノベル212モエスマイナス 70A マイナス50に更新された。なお、2008年11月時点でイアフは49機の UH マイナス60を保有している。メキシコ空軍は 1991年に特殊部隊を輸送するため UH-60L を2機購入し、1994年には4機を購入している。2009年8月9月にかけ連邦警察により UH-60 を使用した麻薬組織に対しての攻撃に使用されている。2011年8月25日、メキシコ海軍は 麻薬、武器取締任務向けの UH-60M を3機購入している。台湾空軍は捜索救難のために1986年6月、10機の S-70C-1A を受領し S-70C-1、1A として運用している。1998年4月には4機の S-70C-6 を購入。 台湾海軍は1990年7月に10機の S-70C-1 を受領し2000年4月には11機の s 7 0 c 2系を受領している。2010年1月、米国は台湾陸軍に対し60機の UH-60M の対外優勝軍事援助を行うと発表した。トルコはアフガニスタンやバルカン半島での任務に、 UH-60 を運用している。採用は一般入札によって競われ、ライバルであるアグスタウェストランド O149 を下し、採用された。進行中のプロジェクトとして国内生産分での115機を発注しており、トルコ航空宇宙産業は最終的な接合組み立てを担当する予定である。二千十一年四月十一日、トルコは公開入札のため、 シコルスキー T-70 の選択を発表している。アラブ首長国連邦は2008年9月14日、対外優勝軍事援助を通じ UH-60M を要求しており、機体のほかレーザーレーダー警告センサーや兵器システムを含んでいる。2010年11月までに20機の UH-60L を受領する予定である。ブラジルは2008年に 対外優勝軍事援助を通じ、15機の UH-60L を要請している。スウェーデンは2010年9月に対外優勝軍事援助を通じ、15機の UH-60M を要求している。2011年4月9日、防衛大臣は交渉はほぼ確定していると発表しており、納入開始は2012年を予定している。 これに伴い操縦士が2011年夏に訓練を開始した。2017年までに観能する予定である。2011年5月18日、シコルスキーはこの要求分15機の早期納入を発表した。多目的汎用ヘリコプターである UH-60 は数多くの派生型やアッシュが生産開発されており、民生品は S-70 の名称で販売されている。シコルスキーによる輸出軍用型。アメリカ海軍では、1983年に水上戦闘艦搭載用のランプスヘリコプターとして、SH-60BC ホークを、1988年には空母艦採用の SH-60 回オーシャンホークを受領している。s h 六十は u h 六十の 紹介ヘリコプターバージョンであり、レーダーなどの紹介機器と対戦兵器を搭載できる。また、機体は s 七十 b として輸出も行われているが、搭載機器はほとんど輸出されておらず、顧客が独自に開発するか、別途、輸出用の機器を調達して搭載している。アメリカ海軍では、遭難した艦上機パイロットなどを救助したり、ネイビーシールズの作戦を支援したりするため、 hh-60h レスキューホークと呼ばれる機体を運用している。また、アメリカ沿岸警備隊でも、救難や密輸取り締まりなどを目的として1992年に、hh-60jj ホークを導入した。これらは空軍向けの hh-60 と同じような装備を持つ一方、艦上運用を前提としているため、胴体構造は、 s h 六十シリーズをベースとしている。なお、アメリカ海軍では、h h 六十 h の後継として、メガヘルツ六十 s ナイトホークへの切り替えを進めているが、こちらはむしろ陸軍向けの u h 六十 l に似た機体となっている。h h 六十シリーズは、脱出した航空要員や戦闘中に孤立した兵士を救助することを、 主な目的として UH-60 を改造したものである。アメリカ空軍は当初 UH-60 の燃料搭載量を増やした HH-60D ナイトホークを運用していたが1982年にこれを大幅に改良した HH-60 ペーブホークを採用した600ポンド2 7 0ラムの運搬能力がある250フィート 75メートルのケーブルを持った、球場用ホイスト、脱着可能な空中給油装置が装備されている。武装はサイドワインダー、もしくは、スティンガーといった、空対空ミサイルの搭載も可能となっている。UH-60 ブラックホークの設計を、ついでいる民間向けの機体。S-70 をベースにシュコルスキーエアークラフト社が1973年の、 アメリカ陸軍の発展型攻撃ヘリ計画向けに試作した攻撃ヘリコプター。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。